えー、まあ、せっかくなんでね、せっかくね、たくさんの人が集まってくれてるので、ちょっと8月のね、予定をお話ししようかなというところなんですね。まあ、今日ね、関東の方からもですね、騒いのお知らせが来ておりました。今日新しいお知らせがですね、えー、入っておりましたので、紹介していこうかなと。8月31日、8月31日土曜日にですね、千葉県で騒いが行われます。こちらが千葉県多様性尊重条例ですかね。 え、男女平等から多文化共生と外国人問題。熊谷俊人の思惑とはということで、千葉県知事ですね。まあこれとっちゃん坊やなんですけどもね。まあ本当にね、ふざけた知事ですけどもね。こいつがあの、最初千葉市長だったんですよ。千葉市長になって、それから千葉県知事になったんですけどね。初めて千葉市長にね、選挙に出た時にね、我々みんなで抗議に行ったんですよね。こいつですがな。 あの、朝鮮学校の人間が、日本人にね、電車の中でね、キムチを持ってたら迷惑なんですけども、キムチをね、こう、つまみ食いされたって言って泣いてると。こんなね、非道なことはない。お前、ふざけんなよって話なんですよね。電車の中につまみ食いするなんてね、んなことできるか、このアホーというですね。本当にね、ふざけきったですね。朝鮮主義者ですよね。で、え、まあ、こちらですね。沢会を開かせていただきます。関東地区日本一沢会ですね。 関東地区日本一沢会 in 千葉ということで、8月31日土曜日、14時からスタートします。2時間を予定しております。開催場所がですね、船橋市内になるそうです。船橋市内を予定しているということで、参加費は2500円え。当日、責任者にお渡しください。なるべくお釣りのないようにご用意お願いしますということで、応募締め切りは8月26日まで。で、申し込み問い合わせについては、 千葉アットジャパンファーストネットですね。まあ、そちらの方に関東沢会参加希望と名義の上で、氏名、住所、電話番号を記載してお申し込みください。ということで、主催が日本第一党千葉県本部、現場責任者は山口孝子さんになっております。こちらですね、詳しい申し込み先、問い合わせ先などについては、日本代表の公式サイト行動する保守運動のカレンダードロンパの一人とで告知をしておりますので、ぜひ皆さんね、そちらの方で確認をしてみてください。